三元一の第二章、化学変化と、そういったものを、そういった仕組みを持つものを何というふうに言いますか。イオン化傾向と言いました。それで刺しちゃうとレモンの白が出てきてベタベタになっちゃうんで、トレーの上に乗せて電子メロディをつなげたいと思います。プラスにつなげて LED は実は光らないんですね。でもう一回電子メロディつなげてみたいと思います。 LED もつかなかったですよね。っていうことから、この電池、このレモン電池、どういうことが言えますか？はい。誰か。1センチから2センチっていうふうに固定して、それやりたいと思います。はい、まず一つ目に、金属板、特に銅板の角が尖っているので、怪我をしないように注意してください。ワニブチクリップコード、導線をつないで、でそこに、電子メロディーと LED をつなげる。そうしまして、こちらに、1センチから2センチってどんなもん？そんなもんかな。で、これをオルゴールとか LED につなぎましょう。高い方がプラスじゃない。ここでつなげます。なんだ。わかんない。亜鉛板を頑張って刺しております。半額だね。今紛れしぶりもめちゃ深く刺して、いきます。接触部分が増え、色が緑、さっきより赤、どうして接する面が多くなったからですね。電圧がね、上がっちゃったんで。深く入れればいいんじゃないかな。確かに。やってみよう。でも一個の動画の練習弱いなったけど、何の曲かは判別できない。